日本関東地方茨城県筑波未来市豊田隊。豊田隊は茨城県筑波未来市にある地名。郵便番号は300-2347。筑波未来市の南部に位置する。旧豊田村の中心地域であったため、茨城県道46号のダウシック線の道沿いを中心に店舗や住宅が所在し、その周囲を農地が囲んでいる。 住宅や筑波未来市立豊小学校があり、地域内に、茨城県道46号のダウシク線や、茨城県道130号上層取出線が通る、市内の交通の要所の一つである。東は福田、市の部下、北は成瀬、新都、西は青木、青子神殿、南は長ロ長ロ神殿と接している。二千十七年八月一日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。豊か台バイパスは地域内を南北に縦断する約800メートルのバイパス道路である。以前、茨城県道46号のダウシク線と茨城県道130号上層取り出線との交差点は変則的な形状であったため慢性的な渋滞が発生していた。さらに歩道も整備されておらず、歩行者安全確保が 長年の課題であった。これらを抜本的に改善するために作られたのが、東バイパスであり、2014年2月18日に開通した。東バイパスの開通により歩行者の安全が確保され、渋滞も解消されている。この区間を通過するのに、開通前は約10分かかっていたが、開通後は約3分に短縮した。JR 常磐線取手駅や、 市内の首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス未来、平駅を結ぶ路線バス、つくば未来市、コミュニティバス、未来号が地域内を走っている。地域内には、稲中央、豊か台の2つの停留所がある。地域内には、豊か、小学校前、青子神殿入り口の2つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。